こんにちは、サイズです、今日もここ栃木県宇都宮市アメカジの聖地フーパー宇都宮店さんよりサイズ TV でお届けします。はい、店長の木さんです。はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。いや、沖さん、はい、沖さんは、はい、お祭りといったら何を思い出しますか？屋台。じゃなくて、有名なお祭り。有名なお祭り、宮祭り。宮祭り、やっぱね、宇都宮市民、宇都宮ですからね、はい、確かに宇都宮市民にとってはもう宮祭り、もう宮祭り。お祭りって宮祭りしかないでしょ。まあ、いろいろあるじゃないですか。ねぶた祭り、ねぶた祭り、祇園祭り、はい、できるとか、ライブ。ただね、私、何気に日本で一番有名な祭りって、山崎春のパン祭りじゃないかと。すごい、増田加子さんが感じました。これが、まあ確かにね、何回かあったら知らない人いないじゃん。そうですね、あのフレーズね。しょ、絶対知ってますからね。サザエさんか山崎さんみたいなね。そう。しかも、ね、今年で44回目ですから。そんなにやってるんですか？はい。やば、もう奥さんと同じ年ぐらい。そうですね、僕今年46回目の。はい。いや、すごいっすね。はい、やっぱすごいよ、はい、本祭り。じゃあずっとあの白いサラダと配ってるんですか？毎年違います。あ、違いますか？はい。今年はあのちょっと画面のよく知ってますね。まず、集めてます。集めてですか？はい。ああ、でも、うちの実家にもあったんだな、そういえば。そうですね、大事だよ。あれ、まあ、確かに有名な祭りですね。そう。はい。で、はい、今日ですよ。はい。今日はなんと、はい、春の、春の、振り子祭り。すごい、打ち込んできましたね。はい。春の振り子祭り。春の振り子祭り。祭れる、祭っちゃう。祭ります。なるほど、素晴らしい。もうなかなかね、祭りになるようなメーカーではないですからね。はい、もうポッとそぼそぼと入ってサッと入ってサッと通るっていうメーカーですけどね。でね、まあ紹介できるのがいくつかあります、はい、おお、今日はまとめてドドンとまとめていきますか。いきましょうか。あ、素晴らしい。じゃあ、フリーオフォー祭り、春の振り子祭りで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、まず一発目、一発目、フリホー祭りの一発目、一発目、はい、はい、こちらは何でしょうか、奥さん。こちらはシャンブルジャーズスキットローです。スキットロー、はい、まあ一応あのしこりのたまり場とか、まあ、ドヤ街とかそういう意味があるんですけど、あ、スキットローって、スキットローっていうことなんで、要はだから一応まあここにもこうフォレスタリー部分、まあ後でちょっと出しますけど、フォレスタリー部分をタグついてますけど、要はあのウツマシャツっていう、うん、いわゆるその森林作業員の人たちが着てたワークシャツのイメージで作ったやつです。はいはい、で一応スキットロー自体は2019年とかにもやってるのかな、前にもやってる形ではあります。ただ一応生地替えをして、はいはい、一応また リニューアルして新しくなったやつ。あ、ね、別に毎年定番とかじゃないけど、はい、前にも一回やってますよ。久々に復刻したんです。そうです、そうです、っていう形になります。はい、じゃあ細かなディテールをいつも通り入りましょう。はい、まあ、スキットローに関してはわりかしこうシンプルなディテールなんですけど、まあ、あのまずこのさっき言ったフォレスタリーブーボーネームですね、はい、この刺繍ネームのこのタグの雰囲気、もうここからしてもすでにもうミリタリーだったりとかワークとはまた一味違う。そうですね、そうです、まあ、いわゆるそのアウトドアスタイルって言ったりですかね、それの先駆けみたいなタグがついてますけどね、見たらフリホって感じしないもん。そうですね、本当にその辺のこういうところのまあイメージ性っていうところもすごく大事にしてるんで、うん、まあ、そこもやっぱかっこいいところの一つですね。はい、で、まあ、ブーボーといえばこのナットボタンです。はい、ナットボタンついてるシャンブレーシャツなんてないですから、はい、もうこれだけでかっこいい。もうちょっとテカってきてる。そうですね、ここからまたね、もちろん使ってってもらえばもっとテカリが出てくるんですけど、まあこういうところの雰囲気の良さで、一応ポケットに関しては左右これは対称になります。ただ、はい、やっぱりちょっとポケットなんかはちょっとこう台形というか少し形が湾曲してる形にしてるので少し歪みも出てきてますし、まあ、洗い込んでもらって、もちろん青シャツがあってですけど、よりこういうとこポケットのあたりなんかもしっかり出そうだね。出ます。多分ね、これね、生地の向きが違うんだよね。こっちの生地、縦生地で、こっち縦生地みたいにしてるんで、縮立でこういうふうに胸が出るんですね。ね。こういうところもしっかり、もちろん作り込んでます。ね、で、まあ、中をこういう感じで見ると分かるんですけど、ここに実は耳がついてるんですね。そうなんですよ。中耳付きのシャンブレーっていうのは、ここでも分かる。はい。こういうところはね、意外とやっぱり見ておくと面白いです。はい。っていうディテールですね。でこっちはシンプルなシャツなんで、一応サーティーズなんですけど、チンストはついてないです。はい。はい。はい、まあちょっとね、物寂しいっていう人もいますけど、うん、まあ、逆に言うと、これはこれでシンプルです。そうね。はい。で、特徴的なのはこのエルボーパッドです。はいはいはい。まあ一応ここ、肘の部分から二重切りになってますね。やっぱり作業をするときに、やっぱりどうしてもこう肘とか当たりますんで、そこが破けづらいように、こういうふうになってるっていうディテールですね。うん、
そして、ここにももちろん耳がつきます。脇割りのところが耳になりますね、はい、でみんな大好き弓のチケット、あ大きさね、うん、違う違う、俺って言ってました、俺じゃないです弓矢のチケットですね、これで一応ちゃんとついてますというところで、まあ後ろに関してはかなりシンプルなディテールなので、はい、すっきりめです、okay、いいですね、いいですね、サンブレブルーサンプレたまらんね、そうやっぱりで、なんかちょっと今回少し濃いめに見えるんで、洗いかけてくるともっとまあ体色もしっかり出るし、もっとさらに雰囲気も良くなってくるでしょうからね、本当に定番として持ってもらって絶対的にいい、ただ定番じゃないシャツっていうね、そうだね、はい、まあでもなブルーだけじゃちょっと物足んねえ、現代欲張りサイズですね、ブルーだけじゃない、大丈夫です、ブルーだけじゃないんですね、今回のスキットローはもう一色あります、どうせ白とか黒とかそういう色でしょそんなね普通の色じゃないんですよ、俺はねこの色でちょっとね、俺かなり今回お勧めしましたけど、ですか、はい、見てください、はい、赤です、赤なんですよ、だレッドシャンブレーっていう時点でものすごい珍しいカラーになります、もうそこだけでかっこいいんですけど、まあもうやっぱり赤といえどもちょっとこうピンクっぽい少し抜けたような感じで、やっぱりシャンブレーはこの生地の裏感とかはしっかり出てますんで、まあそんなになんていうか真っ赤ってわけじゃないですね、確かにね、インナーで差し色で使ってもちろん退色していってもまたちゃんと雰囲気も出せる赤になってますんで、これはねいやらしくていいですね、優しい、珍しいです、だからやっぱシャンブレーって言ったらね、さっきサイズの言ったように白だ黒だ、はい、青だ、はい、まあ、だからそこは定番なんだよ、しょうがないんです、それはないといけないんです、そうと逆にちょっとまあそれに飽きてきたらちょっとねやっぱりなんか違う色がいいな、うん、そういう時にこの赤ですよ、みんなね持ってる青とかそうで持ってますからね、そうじゃなくて赤っていうね、このちょっとこの遊び心抜くよ、これ大事です、抜くよ、はい、これもだからまあ同じスキットの形で言ってるは一緒なんですけど、結構こっちもおすすめですね、カラーになります、春にぴったりですね、そうですね、うん、春祭りですから、春祭りでしたわかりました、はい、じゃあね祭りなんでどんどん行きましょう、どんどん行きます、はい、はいはい、続きまして、はい、あれキャップきた、キャップです、ワークキャップですね、これは何ですか、これはフリーフォヤーズの僕はすっごいですけど、はい、ガスリー、ガスリー、はい、はい、形になります、まあよく似た形でねアーミーキャップあったりしますけど、これアーミーキャップでは実はなくて、ここにまあ帯が入ってきて一応ワークキャップとして作ってるやつになりますね、まあ定番はこれデニムが、そうです、ガスリーは定番であります、見かけるっていう、はい、はい、それの一応コーデュロイですね、まあコーデュロイなんですけど裏地はないんで、まあちょっとね夏場っぽくないかもしれないけど春先とかに被るのに全然いいぐらいです、ね、いい、でガスリーは本当にそのなんだろう、ベースボールキャップとかと違ってもちろんこのツバが短いので、はい、そんなになんだろう、こんなツバが長いあの雰囲気とまた違うんです、どちらかというとニットキャップに近いイメージです、はい、だから割とそのベースボールキャップ苦手な人なんかでもこの辺を使っていただきやすいかなって思います、はい、でよく聞かれるんですけど、はい、まあこれフリーファイズサイズないんですよ、はいはい、ワンサイズオールフィットなんで、はい、ちょっとサイズないんで頭小さい人とか、はい、頭大きい人はそんなに問題ないんですけど、頭小さい人だとねすごい余っちゃうんで、はい、どうしたらいいですか、はい、洗うんです、ああ、はい、水通ししていただいて、ね、そうで濡れた状態で脱水かけるじゃないですか、はい、で濡れた状態でかぶるんですよ、はい、で例えばこのぐらい浅い方がちょうどいいなっていう人はこのぐらい浅い形でまあ濡れた状態だと形つきますから、はい、でそれで干すんです、はい、そうするとその形になりますからっていう風にして自分の形にして合わせてもらうっていうのがこのキャップのかぶり方、はい、そうやっていくと本当に自分の頭の形にフィットしますから、はい、実はねすっごいかぶりやすいです、なるね、はい、この腕いいですよね、この腕の太さがそうやっぱコーデュレーっていうのはこう太腕、これでまあ年代判別とかをするんですけど、まあ、いわゆるエイトウェルっていう、まあ、本当に太い腕を使ったモデルだとやっぱりコーディネート表情自体がすごいしっかり出ますよ、角度によってね、そう見え方も違いますしね、でもちろん綿100のコーディネートなんで洗ってくると削れ落ちていって雰囲気も変わります、味も出てきます、はい、だから本当にそういう風に使い込んでもらえるとかっこよくなります、いいですね、こちらが、ガスリー、ガスリーですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、続きまして、はい、もうわかるでしょこれは、えーなこれもうあれだけど、まあ、あれだけど、あのサイズは今日来た時にもうすでに反応してましたからね、はいそうみんな大好きデリクマ、デリクマ、はい、はい、もうねフリーホイヤーズ好きな方でしたら絶対的に知っているモデル、それの一応定番ではないんですけど中古に何度かやってます、一応ローホワイトっていうホワイトのヘリンボーを使ったデリクマになります、はい、まさに春先に合わせてもらうのに夏場とかでもね、もちろんデニムもかっこいいんですけど、うん、ホワイトのパンツでこのデリックマンのディテールを楽しんでもらえるっていう、しかもヘリンボー
やばいな。いいでしょ、これ。やばいんですよ。これやばいんですよ。実は年末に一回入荷してるんですけど、もう入荷してるんですけど、予約でほぼ出なくて、はい、で一応今回入荷が一応再販分じゃなくて、一応、まあ、足りなかった分の分になります。なので、まあ、ちょっと数はそんなにないんですけど、やっぱりね、エリクマの仕事、実は見たことない人結構多いので、はい、まあ、この機会にね、このタイミングに出てますんで、はい、かなりおすすめなモデルではあります。一応これミスターデリックマンとしては避けてもうそれを名乗り始めてしまってますからね。自称ね、名乗ったもん、名乗ったもんがですよね。まあもうデリックマンはね、やっぱり正直本当増えちゃいます、うん、そう、一回履き始めちゃうと出さないでほしいそうね、私心の声は出さないでほしいと思いますけど、やっぱりそれぐらいやっぱり名品なので、生地がねやっぱ違うモデル見ちゃうと、ああちょっとこれやだなみたいな気がしちゃうんですよね。そうでもやっぱりこう SZ通り、いわゆるそのあ SZ通りこれヘリンボーンなんで、はい、まあこういうシャドーストライプですよね。洗いかけるとさらにもっと腕が強く出ますんで、よりストライプ感がしっかりと強く出てきますから、その生地の表情プラスこのディテールの細かさ、まあやっぱデリックマンのディテールの面白さですよね。ここがしっかり出てると思います。でまあ、ローホワイトっていうのは、まあ、いわゆるオフホワイトではなくて、ちょっとアイボリーっぽい、はいはいはい、もうカラーになるので、正直ね、やっぱりちょっと汚れたりとかしても、逆に言えばそれが雰囲気になってくれる。そうなんだよね。そう。だから、ホワイト、本当になんかホワイトカラーの人たちが履くように、綺麗な白いズボンっていうイメージではなく、はい、ワークパンツとした感じの雰囲気でしっかり履いてもらえる。もちろん汚れの嫌な人は、漂白剤入れて、ね、で、やっちゃえば全然綺麗となりますね。どうしよう、何を動画紹介になってないですよ、自分の考えになってますよ、ただ見てるだけでやっぱりこう後ろなんかも、これ普通の、ね、白いズボンじゃこの後ろにはならないじゃないですか。ない。やっぱりデリックマンのこのディテールの細やかさ、複雑さがあるからこそ、このホワイトっていうのがまた生きてくる。そうそうなんだ。そこがねベストバランス。もうね、言う通りすごいだけ素直に認めてくれました。まあでも本当そうなんですよ。俺やっぱりね、いろんな白いズボン見てきても、やっぱデリックマンの後ろ姿ってやっぱ違うんですよ。そう。やっぱこのポケットのね、複雑なエビスな形だったりとか、ハンマーループがここにあったりとか、まあこう新地バッグが追いついてたりとか。まあしかもやっぱりヘリンボーンですから、こういうとこやっぱりこう帯の使い方とかで生地の目が変わるじゃないですか、うん、そこもしっかり見えるじゃないですか、そういうところがまたさらに、これが結局普通の白でやっちゃうと、白いで、まあ、例えばデニムとかでやっちゃうと分かりづらい。でもヘリンボーンっていうのはしっかりとこう方向性が出る、方向性の出る生地でこのディテールをやると、太さがあったとしてもすっきり見えますし、そこもまた面白い点にはなってくれますからね。いいですそういえば今後なんか決心の言葉みたいなやつでしたけどね、はい、でもいいですよね。いいですよ、はい、こんなもん、こんなもん知ってんだよ思い始めた本当これいいですよね。やっぱもうね、僕も毎回見てやっぱ言うと言ってんですけど、やっぱいいなっていう結局結論そこなんですよ。怖だからもう本当にね、タイミングですね。はい、どうしようこれそうです。まあ、祭りの最後で、祭り、なんかすごい本気悩みが入ってますけど、あ、だよ。まあね、はい、ミスターデリックマンとして、ね、どういう反応するのか、はい、まあでも、一応、多分ですけど、まあ、定期的には作ってくださってるので、まあ、次がないですよっていうことよりかは、多分やりますよって言えるようなアイデア、まあ、絶対ではないんですけど、はい。わかりました。はい、じゃあね、駆け足で3本紹介してもらいましたね。はい、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、そういうわけでね、はい、はい、もうね、気持ち悪い、気持ち悪いな、赤鬼、青鬼みたいね、あとトビでやらせてもらってますからもいやでもより漫才に近くなってくるもんね、今日は名前だけでもね、それいや、まあ、本当になるからやめてくれもうね、見てる方結構ね、こういうの多分大好きなんだ違いますからね、ちゃんと洋服のチャンネルです。そうです。こうで、まあね、いいじゃないですか。試着したんですけど、私これスキットローが17ハーフ、はい、ちょっと大きめに、はい、言って下が36を、はい、いきます。ヘナーが34ですね。そうですね、デニムの方は34。そうですよね、はい、そうね、ワークパンツ前とした感じ、イエスラインかっこいいですね。シューナーは条件全これもまとまっちゃってるからもうかなと。何これ、今日いいことで、はい、草が、はい、僕はこれ一応34で履いてます。ちょっとゆったりめですね、ゆったりめで、スキットの方は16です、はい、
まあ、16は僕普段着るのは16か15なんですけど、16で着てもこれ実はスキットルちょっと丈短いんですよ、はいはい、あんま長くないんでサイズバランスは全然いいかなと思います。はい、いいです。すごい、なんかペタの顔に青鬼みたいなんですけど、コンビ感出てきた、コンビ感出て出すぎじゃないですか、揃えすぎてると思う。ただ、まあ、やっぱデニクマンあれですね、履きやすいですね、履きやすいんだよローホーフィットね、こいつは本当にこれ夏も履くな。しかもやっぱかっこいいな白、いいっすね、はい、これやばいっすね、これ履くとね、いや多分 100% 欲しくなりますね、やばい、これはいいっすよ、うん、ちょっと後ろこれさせたら青かっこいいだろうね、全然ね、いいですね、いやこれはいい、それでかかんじゃんなくなっちゃうちょっと本当になくなるの早くなっちゃう、返してみいやでもいいですね、たまらん。どうですかミスターデリックマン。ミスターデリックマンはサイズの悩みだけだ、あもう買う買わないとこないですね、そうどっちのサイズかなみたいな、ちょっと全体全部いいな改札もちょっと意外と着ちゃうとかっこいいですよね、まあ、でもこう白に赤っていうのが ねなおいいんですよね、いいかっていうのも手当てを冒険してきたの、いやっすね、本当に無理で合わせてください、相当そのぐらいの勢いがありますまあでも白あそれもね、だから赤系とかとも合いますし、もう形全然いいですから ねそう確かにもう合うし、で本当そう白のパンツ何でも合うんだ、真面目に上何着ても合いますかって、確かに一方はね持ってた方がいいかもしれないです、ね、そう本当に結構ね白ってやっぱりどうしてもこう敬遠しがちな方がすごい多いんですけど、意外とチャレンジしてみると本当に使いやすいし、でちょっとやっぱ新しく見えます、やっぱり他のねパンツとかはやっぱりどうしてもカラーものが多いので、はい、そういうところに白がポッと入ると雰囲気変わりますからね、やめちゃうバイです、はい、ありがとうございます、はい、ますサイズ TV、 はい、はい、一応ね3、4も履きましたよ、これねリアルに悩んでるからですよ、え違いますよ、どっちがいい、皆さんにあ分かりやすいように、あはい、自分決して自分のためじゃないじゃないです、ああなるほど、見てる皆さんのためあだけに、さすが、はい、さすがですねすげえこっち見てますけどね、はい、どうですかねどうすかねって言っちゃってるよまあでもこっちだとねやっぱりスッキリとした形、やっぱデリックマンって意外と立体的でスッキリとした形を持ったワークパンツなんで、はい、まあそれがちゃんとうまく出てますよ ねさっきの36の履き方っていうのはワークパンツの雰囲気をさらに強調した雰囲気になるので、僕は結構アッチ系が好きなんですけど、そう、まあ割とだからね、うんと語弊はなく言うとすれば語弊があるかもしれないけど、ちょっと可愛いじゃないけど、ああそう、ちょっとこうやぼったさ、アメカジのそのやぼったさ可愛さみたいな尖った感じじゃない、はい、でこっちにすると逆に言うと綺麗な感じに、その要はかっこいい感じにちょっと触れるんですよ、ちょっと大人な、そうですそうです、そうだからこの辺で結構履き方の差って出てくる、はい、いやじゃあねどっちがいいかちょっとコメントなんてすごい悩み疲れてるじゃないですか、そうすでにそんなやったらないで売り切れちゃうから本当にそう本当にそうなっちゃうって、まあ、そうだからまあ本当にでもね履き方で結構変わるの、確かに変わるんで、はい、どっちが好きか、そうですね、はいはい、まあね、なかなかこういう機会はないでしょうけど、皆さんもぜひねいろいろ試着、あそうです、本当にまあこれに限らずいろんなものをちょっとチャレンジしてもらうとサイズ感で雰囲気が変わりますからね、はい、いやそういうわけでね、はい、今回は、春の振り幅取り、振り幅釣りね、はい、はい、これはね毎年やりますからこっちや記念すべき第1回、あ記念すべき第1回、第1回これじゃ あれですか、春と秋と、はい、見てます夏祭りとか、まあそう基本春上京してです、上京してそうだね、はい、まあ、一気にねこう入ってくることそうなかなかないんで、そう一気に揃えばね、やっぱ春のが一番頃はいい、まあ頃はいいですね、はい、じゃあまたそれはね、はい、あの季節ごとに考えましょうか、そうですね第1回目ってことで、第1回目、はい、でもまあ本当にいいアイテムが多い場ですんで、はい、まあ本当にね入荷情報とか皆さん見逃さないように、そうですね、はい、はい、してあげてください、じゃあね私34買って帰りますんで、あもう決まったんだはい、じゃあ祭りだから、祭りだからね、はい、しょうがないしょうがない、ありがとうございます、はい、はい、じゃあ最後までご視聴ありがとうございました、ありがとうございました、またお会いしましょう。さよなら。あら。うん。そうね。よし、買おう。よし、買おう。決めた。最後。
seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you.